どうもスリカスイミングのスリカです。本日の動画はクロール上級者の進む手の書き方について詳しくご紹介していきます。あなたはこんなお悩みありませんか？すぐに腕が痛くなる、クロールの正しい泳ぎ方を知りたい、上級者の泳ぎを知りたいという方に本日は4つのポイントをご紹介していきます。動画の後半には2種類の練習方法をご紹介していきますので、ぜひ動画は最後までご覧ください。まだチャンネル登録がお済みでないという方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは行きましょう。まずは本日のラインナップをご紹介していきます。1つ目、背中を開いて使う。2つ目、ローリングを使って深い場所を書く。3つ目、キャッチが勝負。4つ目、体の側面より外側で書く。以上4つを1つずつ解説していきます。動画内で疑問点のある方はコメント欄に書いてください。必ずご返信いたします。1つ目、背中を開いて使うということで、背中の使い方について解説していきます。1つ目、肩甲骨と肩甲骨を離して使う。2つ目、背中が伸びる感覚。3つ目、肩から疲れ始めるということで、腕はどこから生えているかというと、背中から生えています。腕は肩から生えているのではなく、背中の肩甲骨とつながっているとイメージして使っていきます。そこで1つ目、肩甲骨と肩甲骨を離して使うというのは、腕は肩甲骨から生えているわけなので、肩甲骨と肩甲骨を離しながらリカバリーなど手の書きを行うと、より大きく手の書きを行うことができます。2つ目、背中が伸びる感覚ということで、うまく水をかけている、水が重いって感じる状態があると背中が伸びる感覚があります。それをイメージしながらやってみてください。3つ目、肩から疲れ始めるということで、どんなに上級者でも選手でもどこから疲れるかといったら、肩から疲れ始めます。私も肩から疲れ始めます。それは間違った感覚ではないよというのを覚えておいてください。2つ目、ローリングを使って深い場所を書くということで、1つ目、ローリングに従って腕を回す。2つ目、浅い場所から書き始めると進まない。3つ目、長く泳ぐなら S 字で書こうということで、手の書きは基本的にはローリングに従って腕を回していきます。ローリングの肩の動きの後に腕がついてくるっていうのをイメージすると、よりシンプルなクロールに近づきます。2つ目、浅い場所から書き始めると進まないということで、書き始めの位置なんですけど、浅い部分、本当に水面近くだと全く水はかけないし、すごく軽く感じてしまいます。どちらかというと深めの方がいいです。深すぎるのも良くないっていうか、深すぎるということはかける距離っていうのが短くなっているということなので、目安としては水深20センチからかき始めるのをおすすめします。そして長く泳ぐなら S 字ということで、まっすぐ書く I 字よりもちょっと蛇行して描いた方が水の流れに沿った泳ぎ方ではありますので、少し蛇行させて書くことをおすすめいたします。3つ目、キャッチが勝負ということで、かき始めについてご紹介していきます。1つ目、キャッチで水をつかめる人は進む。2つ目、つかんだ水は最後まで送り届ける。3つ目、キャッチができてプッシュができるということで、キャッチでしっかり水をつかめる人は前に進みやすくなります。しかも軽い力で前に進めます。どうしてもプッシュに力を込める人結構いると思うんですけど、プッシュだけだとそこでしか前に進まないので、よりもっと力を入れなきゃ入れなきゃっていう意識が強くなってきてしまいます。キャッチでしっかり水をつかむイメージで泳いでみましょう。2つ目、つかんだ水は最後まで送り届けるということで、キャッチでつかんだ水を途中で離さないように注意してください。これは結構いらっしゃるんですけど、どうしても腰あたり、お腹の横あたりで水をすべて手放してしまう。勢いだったり使い方、手の使い方によって水を離してしまう人が多いのですが、キャッチのそのままの勢いで最後のプッシュまで持っていってしまいましょう。3つ目、キャッチができてプッシュができるということで、キャッチができる人こそ本当のプッシュができます。プッシュだけに力を入れている人はなかなか前に進むことはできないです。4つ目、体の側面より外側で書くということで、1つ目、バランスが取りやすくなる。
2つ目ローリングでひっくり返るのを防げる。3つ目力を入れやすいということで、手の各軌道のお話をしていきます。バランスが取りやすくなるということで、体の側面ですね、肩幅のライン、腰幅のラインで、目安としてはそれよりもちょっと外側で手を回すことをお勧めいたします。まあローリングも配慮して今回はちょっと外側と言っています。でその理由としてはバランスが取りやすくなるから。どうしてもその肩幅のラインだとまだ足りない、どちらかというとちょっと外側の方がバランスは取りやすくなる、体幹の維持をしやすくなります。2つ目ローリングでひっくり返るのを防げるということで、ローリングがうまくいかない方っていうのは肩幅のラインの真下で描いてるか、それよりもちょっと体の中心寄りで描いてる方が結構多いんですけど、ちょっと外側で手を描くことによってローリングでひっくり返るのを防ぐこともできます。3つ目力を入れやすいということで、体の外側で力を入れた方が人間は力が加わりやすいです。ということで練習方法を2種類ご紹介していきます。まず1つ目の練習法は気をつけ片手クロールになります。こちらは体幹の練習ですね。普通の片手クロールですと使わない方の手は前に伸ばして書いていくのが普通なんですけど、こちらは使わない方の手は気をつけをしていきますので、かなりローリングをする際の体幹だったり書き終わりですね、特にここですごくバランスが崩れやすくなるんですけど、そこをあえて体幹でキープして練習していく、このクロールを身につけるだけでも体幹の使い方っていうのがすごく変わってきます。2つ目の練習方法が2ビートクロールですね。こちらは1回の掛けに1回のキックを打つクロールのことを言います。でこちらの練習は手の掛け、もちろん手の掛けなんですけど、1回1回の手の掛けでの推進力をしっかりと味わう練習ですね。ほとんどの方はどうしても手の掛けでの推進力をすぐに殺しちゃう。どうやって殺すかっていうと、掛け始めのタイミングが早すぎるとすぐに推進力っていうのはなくなってきてしまいますので、こちらの2ビートクロールでしっかり伸びる練習をまずは身につけてやってみてください。手の書いた推進力をしっかり使って前に進む練習をしていきましょう。ということでクロールの進む手の書き方のご紹介でした。本日の動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、通知ボタンのクリックをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。